葉山御用邸周辺の約300メートル四方を写した航空写真。画像中央が放火で全焼した本邸の跡地。1977年12月26日撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成葉山御用邸放火事件とは、1971年1月27日に、 神奈川県三浦郡葉山町で発生した放火事件である。これにより、御用邸は全焼し、後日統合失調症の病歴を持つ男が逮捕された。1971年1月27日午後10時25分頃、葉山御用邸の詰め所に設置されている自動火災放置機が作動した。放置機は、三個御座所、御化粧室、天井面を指し示していた。 住所の宮内庁職員や、工具護衛官は直ちに現場に駆けつけて、消火に努めるとともに、宮内庁本庁や工具警察本部に急報、近隣の葉山町消防本部や神奈川県、警察葉山警察署にも救援を依頼した。しかし、当日は異常乾燥注意報が発令されており、現場が非常に乾燥していたこと、また建物が、 ヒノキ作りの木造建築で燃えやすい構造であったことから消防関係者の必死の努力も虚しく付属艇を除く本邸が全焼した翌日1月28日から葉山警察署に葉山御用邸火災事件合同捜査本部が設置され神奈川県警のみならず工具警察や警察庁の科学警察研究所からも人員が 駆けつけるなど総勢160名で、限界態勢の下で捜査が開始された。火災原因について、当初は、漏電説もあったが、以下の物証から何者かによる失火か放火,火,火,火と断定された。葉山御用邸周辺の約300メートル四方を写した航空写真。画像中央が放火事件後に再建された本邸。 1983年5月17日撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成2月5日、神奈川県警鶴見警察署に一人の男が自首し、緊急逮捕された。犯人は20歳の会社員 T で、精神分裂症の病歴を有していた。犯人 T は、事件当日、 友人と遊んだ後にパチンコをやり、所持金が少なくなってしまった。そこで、葉山町在住のおばから借金をしようとしたが、不在であった。その時、以前目にした、葉山御用邸に興味を持ち、中に入って金目のものがあったら、失敬しようと思い立ち、御用邸に忍び込んだ。犯人 T は、ベッドのある部屋からソファーカバーを持ち出し、それをかけて仮眠した。 その後、タバコを吸って帰ろうとしたが、金目のものがないことに腹を立て、どうせこの建物も、税金でできたものだから、燃やしてもどうということはないと思い立ち、マッチで火をつけて、建物に着火させたという。捜査当局は、当初、犯人 T が審査翼活動家で、反行室闘争の一環としてのテロではないかと、疑い、犯人の思想的背景を調べるため、 犯人 T 宅の家宅捜索や犯人 T の会社同僚や知人に聞き込みを行うが、天皇に関することは一つも上がってこなかったという。横浜地方検察庁は、犯人 T に精神鑑定を行った結果、心身喪失の状態にあるとされ不起訴処分にし、横須賀市内の精神病院に措置入院させた。消失した葉山御用邸は1981年に、 再建された。逗子市消防本部や横須賀市消防本部など、周辺自治体消防からも応援部隊が駆けつけていた。ありがとうございます。